はい、ちょっとロレックスの金張りモデルを、アップさせていただきます。これはですね、まずこう左ですけれども、まあ、オイスターパーペチュアルですね。で、まあこの金張りモデルはリファレンスでいくと1024っていうモデルになります。まあ、これステンレスのモデルだと1002に当たると思うんですけれども、この金張りモデルが存在したわけですね。1960年代から70年代にかけての、時計ですけれども、で裏はですね、金張りモデルはこうステンレスになってます。だからメッキじゃないんですよね。この表の部分だけ金張りにしてるわけですね。でこの裏蓋もちゃんとツバのあるあれ裏蓋なんですよね。この金張りモデルは全部ツバがあるんで、なんか不思議ですけれども、なんでそうなってるのか。でこれ1024ですけれども、文字盤はシャンパン色みたいな文字盤ですよね。でプラ風防がついてます。でこちらはですね、日付のついたモデルですね。1550っていうリファレンス。これちょっとあのフラッシュヒットはちょっと後からちょっとつけてちょっと遊んでますけれども、時計自体は金張りの日付のついたステンレスでいくと1500のリファレンスを金張りにしてますね。これもシャンパンゴールドの文字盤ですね。これも70年代ぐらいのモデルだと思いますけれども、バーインデックスで、でやはりこれも裏蓋ステンレスになってまして、つば付きのあれですね、裏蓋ですね。ちょっとこれ、まあ、ちょっと面白いから裏蓋ちょっと両方とも開けてみますけれども、何か1570じゃないかなと思ってますけど、両方とも年代的に言って、で大体この金張りのモデルはこの他に、エアキングですよね、5500の金張りのモデルが5550かな、5520だったかな、あともう一つぐらい、まあ、多分あっても5モデルぐらいじゃないかなと思うんですね。でこの当時は日本の輸入代理店がリベルマンですんで、リベルマンにはでは正式には輸入してないはずですね。金無復活ステンレス以外は磨くという関係もあって、研磨ですね、研磨する関係もあって、だからこの辺のモデルは多分香港に旅行した人たちが金無垢は買えないけど、まあ金張りがあるんで、まあ買ってきたんじゃないかなっていうふうに想像してますけど、まあ珍しいといえば珍しいし、まあこういうロレックスもあったんだなと。でこのブレスはないんですけど、ブレスはやっぱり結構あのこの金張りのブレスが他の金無垢の時計につけちゃったりする用途があるんで、多分、取られたか、それともそちらにつけられたか、あとはまあ金張りですんで結構何年かずっと使ってると汗で張りが剥がれてきちゃうんで、まあ、それで使えなくなるっていうのもあるんですけど、まあ、そういうような形で本体が残ってるのが多いですよね。昔はあのブレスもついて、チュードルの時計にも金張りのブレスとかついてたりしてよかったんですけど、今もほとんど見ることないですよね。はい、金張り